一時はどうなるかと思ったけど、無事に魔獣も倒せたし、戦砲も回収できたし、めでたしめでたしだったな。そうだな、生贄にされかけた村の人も助けられたし、本当に良かった。そしてまたキリン族の里へ向かって山登りの再会ですか。どういうことだよ、おじさま。悟空、回収した戦砲の管理はオイラの役目だろ。なんで金庫地を渡してくれないのさ。金庫地は極めて強い力を持つ戦砲、その扱いには十分に注意しなくてはならないからです。ベニヒサゴの時だって似たようなことを言ってたけど、ちゃんとやってるだろ。力の性質が違うのです。金庫地は一つ間違えば取り返しのつかない事態につながります。要するにおし様はオイラが信用できないって言いたいんだろ。そうではなくて、もういい子だから聞き分けなさい。何がいい子だよ。うん。ああ、完全に拗ねちゃったね。悟空の気持ちもわかるけどな、俺も集落じゃ信用されてなかった方だからさ。悟空のことを信用していないわけではないのですが。ああ、傍から見てるとよくわかるんだけどな、そういうのは本人には伝わりづらいもんさ。大丈夫、いずれ悟空だってちゃんと分かってくれるはずだ。そうだと良いのですが、難しいですね、弟子というのも。おい悟空、いつまで拗ねてんだよ。別に拗ねてねえよ。そういう態度を拗ねてるって言うんだよ。ほら、リンゴでも食って落ち着け。リンゴって、オイラはリュカ兄ちゃんとは違うっての。なあ、リュカ兄ちゃんはオイラがヒューマンなのは変だって思わないか。ん、まあ戦砲はキリン族のもので、三蔵もキリン族だからな。ヒューマンの悟空を弟子にしてるのは何か事情があるんだろうなとは思ったけどさ。奉仕の修行って本当は何十年もしなくちゃいけないんだ。でもオイラはヒューマンだから、そんなに時間をかけてたらじいさんになって奉仕として働くことなんてできない。そうか、キリン族は俺らフォレスティア以上に長生きだって言うからな。だからオイラを弟子にしない方がいいって、おし様は他のキリン族たちから反対されたらしいんだ。それでもおし様はオイラを弟子にしてくれた。オイラは早く一人前になって、おし様が間違ってなかったってことを証明しなくちゃいけないんだ。悟空、なあ悟空、お前の考えは立派だと思うけどさ、それならなおさら師匠の言うこと聞かなきゃダメだろ。そんなのは分かってる。焦るなって。それより飯だ飯、腹が減ってると変なことばっかり考えるからな。行こうぜ悟空。でもオイラは早く一人前にならなくちゃいけないんだ。よし、これだな。悟空、こんな夜更けに一体どこに行くんだ。どうした。いや、なんでもないよ。寝ててくれ。行ってみよう。
すげえ。悟空？なんだ王子さんか。びっくりさせんなよ。こんな夜更けにどうしたんだ？って、それ金骨じゃないのか。大きな声出したらお師様に見つかるだろう。こっそり持ち出してきたのか。師匠の言いつけを破るのは良くないぞ。ちょっとの間だけだよ。すぐ返すさ。オイラにも金庫地が扱えるって証明してみせるんだ。だからって、まずは王子さんに見せてやるよ。オイラがもう一人前だって。え、飛んだ。こんなもんじゃないぜ。他にもこんなこととかさ。うわ、悟空が増えた。へへへ、どうだい、これぞ分身の術なんてね。すごい、確かにすごいよ。そうだろう。でもすごいのは金庫寺じゃないぜ。それを使いこなすオイラさ。え？他にも、そうだな、この辺の木を全部なぎ倒してハゲ山にしてやることだってできるぜ。悟空どうしたんだ。どうしただって、何か変か。オイラ今すごい気分がいいんだよ。悟空。なんだ、お師様か。どうだい、見てくれよオイラを。あなたという人はなぜ言いつけを守れないのですか。んだよお師様、何が不満なんだ。こうしてちゃんと戦法を使いこなしてんじゃねえか。その姿のどこが使いこなしていると言えるのです。さあ、おとなしく金庫帳を返しなさい。さい、お師様はいつもそうだ。うるさいんだ。いい加減にしなさい、悟空。うるさい。悟空の姿が。悟空、もう未熟者の悟空なんかじゃねえ。オイラは天にも等しい大奉仕だ。その名も聖天大聖様だ。おい、一体何が起きてんだ。ランザム、それにみんなも。あれは悟空なのか。三蔵、悟空のあの姿は金庫寺の力です。完全に金庫寺の力に飲まれてしまっています。仕方ありません、このベニヒサゴならば。ベニヒサゴ、あのひょうたんの中に悟空を吸い込むのですか。いえ、今の悟空、金庫寺の力をベニヒサゴで封じるのは無理でしょう。ですが、ベニヒサゴにはこういう使い方もあるのです。千奇万祖の霊法、無休の棺、亡爆の道、天外を壊し、氷病の身を晒せ。異界の叫べ。
裂け目に吸い込まれる。悟空が裂け目の中にって、悟空はどうなるんだよ。異界の狭間といえども金庫寺の力を抑えることはできないでしょう。つまり悟空は無事ってこと？ええ、ですが逆にすぐにもこちらの世界に戻ってくるかもしれません。それだけの力が金庫寺にはあります。じゃあどうすればいいの？悟空から金庫寺を取り返せば、あるいはそうすれば悟空は元に戻るのだな。おそらくは。とはいえ素直に返すはずもありません。つまり力ずくでどうにかするしかないってわけか。ま、やんちゃ坊主にはきついお仕置きってのが相場だしな。のんきなものだな。今の悟空はあの金庫寺の力を使っているんだぞ。戦法の知識がある分、魔獣より金庫寺の力を引き出すでしょうし。でも放ってはおけないだろ。ああ、きっちり悟空の目を覚ましてやらないとな。ありがとうございます。不出来な弟子ですが大切なんです。そういうことはちゃんと本人に言ってやらないとな。ああ、悟空のためにも金庫寺を取り戻そう。